はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、弁済場所、民法484条の1項と574条、これについて解説いたします。まあ、簡単に言うと、どこで弁済をするんですかと、まあ、いう話です。まあ、抽象的すぎて分かりにくいので、まあ、これから具体例を入れながら解説していきます。で、まず、もう特約があったら、もう特約に従うんですね。つまり、弁済場所をここにしましょうっていうふうに、お互いが決めたと、合意で決めたというのであれば、まあ、そこがもう弁済場所になるんだよって話です。なので、今からお伝えする話っていうのは、弁済場所を特約で決めてない、お互い合意していない、そういった場合、どこが弁済場所になるのかと、まあ、いう話になります。で、まず、一つ目ですね。特定物の引き渡し場所っていうのは、債権発生時にそのものが存在していた場所が、特定物の引き渡し場所になります。まあ、これだけ見ると分かりづらいので、具体例を出します。例えば、A さんが所有する時計を、AB 間で売買契約をしました。A さんが売り主、B さんが買い主です。で、この場合、債権が発生した時って、いつなのかというと、まず、債権っていうのは、B さんが持っている引き渡し債権ですね。時計の売買契約をしているわけだから、時計について引き渡し債権を B さん持ちます。つまり B さんは A さんに対して、時計引き渡してくださいよって請求できますよね。まあ、これが B さんが持つ引き渡し債権になります。で、これが発生した時っていつかって言ったら、契約した時ですよね。まあ、今回は細かい停止条件とか、まあ、そういったものはつけていないと、まあ、考えてください。まあ、そういった場合、契約した時が債権発生時になりますと。で、この契約した時に、そのものが存在した場所ってどこか、そのものって時計ですよね。時計が存在しているのは、A さんの自宅だったと、契約した時に A さんの自宅にあった、というのであれば、A さんの自宅で引き渡すっていう話になるんですね。これが特定物を引き渡す場合の話です。今回特定物っていうのは、A さんが所有しているその時計です。特定されてますよね。これを引き渡す場所っていうのは、A さんの自宅ですよっていう話になります。で、二つ目。上記以外の場合の弁済場所はどこになるんですかというと、債権者の現在の住所です。上記以外の弁済ってどういったものがあるか。例えば、売買契約をした代金の支払いとか、また借金の返済。まあ、これ、弁済ですよね。特定物の引き渡し以外の弁済ですよね。こういった場合、どこで弁済するかというと、債権者の現在の住所。現在っていうのは、弁済するときの住所です。で、債権者っていうのは、代金支払い債権であれば、売り主ですよね。売り主は買い主に対して、代金くださいと請求できる権利を持つ。だから債権者。で、借金の返済の場合は、債権者はこれ貸主ですね。貸主が債権者になります。この売り主だったり、貸主の現在の住所、弁済するときの住所、これが弁済場所になるわけだから、買い主だったり借り主というのは、売り主とか貸主の自宅までお金を届けなければいけませんよ、っていう話です。ただ、これ初めにもお伝えをした通り、特約があれば特約に従うって書いてありますよね。なんで、通常は売り主とか貸主の住所まで行って持参をしてお金を渡すというよりも、まあ、銀行振込のが多いと思います。で、続いて注意が必要な点で言うと、売買の目的物の引き渡しと同時に代金を支払う場合、つまりこの売買契約において、引き渡しと代金の支払い、これを同時に行うよって言った場合もあるんですね。そういった場合は、ちょっと特別扱いをして、その目的物の引き渡し場所、この事例で言うと、時計の引き渡し場所で代金を支払ってくださいね、という風な内容になります。もし、この時計、A さんの自宅で引き渡すというのであれば、その自宅で代金を払いましょう。そういった内容になります。まあ、今回は1、2、3個ですね。3個のポイントがあって、4つ目としては特約があったらもう特約が優先するよと。この3つ関係なく、もう特約が優先されるんだということですね。まあ、内容的には難しくないので、まあ、覚えるだけですね。もしこの問題出てきたら絶対解いていただきたいので、ぜひ覚えていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。行政書士試験の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。